スバル。スバル。ごめんね、スバル。私のせいなの。こんな目に遭わせて。戻ってきて。北斗ちゃん。七つの封印を探す？せや、わいが荒野、姉ちゃんがお伊勢さん、ゆずりはちゃんが三峰神社。七つの封印のうち三人はこっちの業界や。はい、お待ちどうさま。ちゅうことは、他にも天の竜が業界におるかもしれん。どうも。はい、どうも。で、真っ先に思いついたんが、陰陽師。スメラギ一門。せや。現存する陰陽師の頂点に立つスメラギ一門、その十三代目当主の名前はスメラギスバル。確かにスメラギの当主なら可能性は高いと思いますが、それでどこへ向かっているんですか？とりあえず星見のじっちゃんに先方の連絡先聞こう思てご報を飛ばしたんや。それで返事は？はあ、まだや。で、ぼーっと待っとんのももったいない思て姉ちゃんをデートに誘ったっちゅうわけや。は、最近は東京のたこ焼き屋もやるようになったな。姉ちゃんも行くとや。あ、あれ、あれ、せ、あー、冷たいリアクション。ただいま留守にしております。ご用のある方はピーという発信音の後にメッセージをお入れください。スバルさん、先週電話でお話しした件、先方から正式にお願いしたいと連絡がありました。場所はこれから送ります。まだ桜塚森を探してはるんどすか？スバルさんがスメラギ一門当主が決めはったことや、止めはしまへん、しまへんけど、どうぞ自分をいとおってください。何か？いや、姉ちゃんほんま綺麗やな思って。京都のスメラギ一門に連絡を取るのではなかったのですか？だから今待ってるとこや。なんや、ご当主は今京都にはおらんらしいわ。で、ちょっと待ってくれ言われて。本当にいらっしゃらないんですか？なんや。怪しげな人物には取り次げないということでは？な、ワイのどこが怪しげやねん。こんな誠実で真面目なやつ、地球のどこさ。あ、おった。はい、いえいえ。カールってどなたと？スメラギ先代当主。あなたがソラタさんとすな。ああ、はいはい。まさかじちゃん、はい、わいのお茶目の数々は言うとらんやろな。実はやはり始まってしまうんどすな。東京でこの世界をかけた戦いが、あの子はまた
辛い思いをせんとならんのどすな。先代当主。あの子は、いえ、若当主は依頼を受けて出向いていると思います。場所は。スメラギです。ただいま着いたところです。これからそちらへ向かいます。はい、さように。それでは、お待ちしております。聞いたところによると、スメラギの若当主は歴代でも随一の力の持ち主やっちゅう話や。しかも綺麗な顔した兄ちゃんらしいわ。えらい無口なやつみたいやけど。
はい、天の竜でよかったわ。なぜですか？べっぴんさんばっかりやから。渋谷に寄ってチョコレートケーキ買っていこう。僕はモンブランが食べたいですね。